Hello there! 始まりました。モチスチャンネルです。大家好ですね。今日は Chinese New Year ですけども、新年快乐とか言ってくればいいんですね。快乐。で、今日はですね、まあ、嬉しいお知らせがですね、出版社から届きましたので、それを、ちょっとお伝えしようかなと思ってますね。ちょっとね、髪型はですね、なんかこう、邪馬台国の人みたいになってますけど、まあ、もともとですね、ちょっと昨日時間なくて、すごい早く来てくれる床屋に行ったら、ですね、すごいもうびっくりするぐらいの坊ちゃん狩りにされたんでですね、ちょっとこんな感じになってますけど、いやもう本当にですね、小学1年生の入学式かっていうぐらいですね、見事なですね、坊ちゃん狩りでしたね。あとは何 K-POP アイドルのなんか10代のアイドルみたいなやつになってます。はい。で、ですね、そんなことはどうでもよくて、届いたんですよ。昨日もですね、それがこれです。じゃんということで、はい、届きましたね。これが台湾で出版された僕の本になりますね。もともとの、日本の本はこれです。ですね、ミニムシトリプルテン、トリプル L&R テストっていうやつですね。多分書店で見るとですね、ここに帯があって、僕はこんなことやってるやつですね。資産分けにされてるやつです。もう嫌だって言ったんですけど、あれです。はい、これが。ですね、台湾バージョンになって、まあ前回というかこれの旧形式バージョンもあるんですけど、トイックのその旧形式バージョンも台湾で出版されて、今度新形式バージョンも新しく変わってですね、出版されました。で、内容量がすごく多くなっているので、2冊になってますね。2冊本になってて、Day 1から Day 10と、Day 6から Day 10ですね、という形の2冊本になってですね、台湾で出版されております。なのでぜひですね、台湾で行った方は、ぜひ、買ってみてください。はい、中身もですね、はい、そうです。英語があって、解説全部中国語に変わっておりますね。こういった形で書いてありますけども。同意って言ってるんでね、このシーンって書いてあって、同意っていうのが、これがトイックのことです。同意はありますね。で、数値、数円ですかね、これは。数円ですね、測るですね。で、10倍、分ですね、900点です。これ、900分じゃなくて900点です。で、これが、10日っていうことを表してますね。この10日でやるって言ってるわけですね。週いいですか、はい、10日で、数チェンですか、はい、早く達成されるってことですね。で、The new toy to 900 points in 10 days、ね。900点を10日で取るっていう本なんですね。全然トリプル10と違いますね。900点を取る本なんですね。これだと Day 1 to Day 1、はい、あ、森田哲也ってなぜ森田の方が全部大文字なんですかね、よくわかんないですけど、で、ですね、カオチエンですね、シュティエンですね、10日前で、準備できるってことですね。ファンジェンですね、はい、方針方法みたいな感じですね。で、模擬テストがついて、ミニ模試がついてて、詳細な解説がついてて、キーポイントのキー文法みたいなのがついてますよ、みたいな感じになってます。はい、こんな感じですね。いやー、いいですね。台湾で、なんか他の国で出せるなんてですね、とても嬉しいですけども。そうですね、これ、いずれはね、現場韓国本がほら、日本にトイックの本っていっぱい入ってきてるんですよね。こっちからもね、出せたらいいなって思ってるんですよ。一度でいいから。日本のトイック本が韓国で出せたらいいなっていうふうに、思ってますね。これもある意味一種の夢みたいなもんですね。そこでなんか、なんですか、いろんなサイン会みたいなのあって、そこで喋るみたいなのがですね、夢のうちの一つです。ただね、向こうのなんかね、量が多いんですよ。で、量が多いやつが日本にやってくる。日本は量より質って感じなので、ですね、あんまり量の多い本って多くないんで、多分まあ売れないと思うんですよね。あとは多分為替だったりとかを考えて、お金の関係を考えた場合に多分まあ儲かんないんだと思いますね。日本から出して、まあまあそうです、儲かんなくてもいいんですよ。僕はそれだって、これだって多分こう2冊出てますけど、こうやってですね、私の手元に入るお金多分数百円だと思いますよ。多分ね、1000円いかないと思いますよ、多分ね。前のやつとかもそうでした。でも、まあですね、台湾に行った時にはぜひ記念に撮りたいなと思ってますので、よかったです。とても、まあ、嬉しいお知らせでした。このニューイヤーですね、旧正月にですね、嬉しいお知らせが届きました。ですね、皆さん、ぜひですね、日本の方ですね、日本のこっちの方を、チェックしてみてください。よろしくお願いします。はい。ご視聴ありがとうございました。
Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.